西岡一生の頭の中へようこそ。パーソナリティの西岡一生です。ということで今回もですね、世界は悪ガキを求めているという本を読んだのでですね、話をしたいなというふうに思います。この本はこれからの世の中で求められる人材っていうのは、実は今の価値観から考えると悪ガキだよねということをですね語っている本でございます。でこれ読んですげえフェイトがちらついたんだよね。なんでだろうね。なんかでフェイトとかちらついたんだよね。で、そういう話をちょっとしようかなというふうに思います。ちなみに僕、ここに、皆さん知ってますよね？エクステラのリンクのですね、タペストリーですね。ネロちゃまですね。ネロクラウディウスの、浴衣姿バージョンというですね、そういうようなものがあります。結構な宝物なんですけど、僕からすると。まあ、こういうのいっぱい持ってるんですね。ただね、ネロちゃま好きなんだけど、キャスコも好きでですね。フェイトのキャラは誰でも好きですね。もうフェイトグランドオーダーも何時間やったかわかんないし、もう本当に廃課金税だし、ボックスガチャっつったらなんか100箱ぐらい回す。とんでもなくフェイト好きな人間なんですけれど、実は、そんな人間がですね、この本を読んだ時にですね、すごい思ったんですね。なんかすげえフェイトがちらついたんですよね。で、フェイトの何の話だっていうとですね、ギルガメッシュっていうキャラがいるんですよ。で、ギルガメッシュっていうキャラが言ってたことと、ここで書かれてることっていうのが一緒だなっていうふうに思ったという話なんですね。で、ここで書かれてることって何かっていうとですね、悪ガキはですね、強い欲求をブレずに主張できる人は強いということが書いてあるんですね。欲求をストレートに口にして、そういった人間っていうのは強いっていうようなことが書かれてるんですね。で、僕がギルガメッシュのことでですね、思い出したのって何かっていうとですね、フェイトゼロなんですね。で、コトミネキレイというキャラにですね、ギルガメッシュがね、まあ、いろいろちょっかいかけるわけですよ。で、ちょっかいかけてるときに、コトミネはですね、まあ、優越なんてものはね、自分にはないんだと。もう優越なんてものを持ってるっていう時点でですね、お前は俗物だみたいなことをですね、言うわけですね。で、ギルガメッシュがですね、ちょっと呆れたように、ちょっとこう面白がってですね、言うセリフっていうのがね、いや、優越とは、言うなれば、魂の形だと。あるかないかを論ずるようなものではない。知るか知らないかを論ずるべきようなものだと。キレイ、お前は魂が分かってないんだと。お前は未だ魂のあり方が分かってないんだよ、ということを言うわけですね。で、結局ですね、コトミネはですね、その後ですね、優越というものを知ってですね、まあ、優越部というふうによく言われますけれど、コトミネとギルガメッシュで優越部を立ち上げて、ずっとですね、そのままね、いろいろやっていくという、暗躍していくというですね、まあ、そういう話になってくるわけなんですけれど、このセリフ、すごい好きというか、だからすごい真理だなっていうふうに思うんですね。僕もね、こう見えてね、会社の社長やってるんですよ。で、まあ、インターンとかをですね、雇ったり、人を雇ったりとか、あとは、やっぱり、付き合う人とかをね、考えるわけでございます。で、そういう時に何を見るのかっていうと、あなたは一体何がしたい人なんですか？株式会社リクルートでもですね、よく言われるセリフですね。お前は何がしたいって。すごいリクルートの人はよく聞かれるという話をですね、僕は聞いたことあるわけなんですけれど。まあ何が言いたいかというとですね、何がしたいかという欲望っていうのを語るっていうのって、自分がどういう哲学を持ってる人間なのかっていうことを語ってるに等しいんですね。実は、ここをですね、みんな分かってないんですよ。欲を語るとか、自分がやりたいことを語るとか、自分は何に悦楽を感じ、優越を感じるのかっていうことを語れる人間でないと、自分っていうものが分かってないに等しいんですよ。逆に言えば、自分はこういうことがしたいっていうことをプレゼンできる人間ってめちゃくちゃ強いんですね。なぜかって言ったら、そういう人間っていうのは、いい意味でも悪い意味でも御しやすいから。相手にとっての利用価値っていうものを明示しやすい人間。それが欲求を持ってる人間なんですね。よく考えてみてください、皆さん。この人と一緒に何か仕事したいな。この人っていうのと一緒に何か考えてみたいなっていうふうに思った時に、その人を巻き込むのやり方って、その人が一体何を望んでるかっていうことを提示した方がいいじゃないですか。例えばもう自分はもう金でしか動きませんっていう人間がいるんだったら、じゃあお金渡すねって言って、それですごく動かしやすいじゃないですか。自分はこういうことがしたいんです。じゃあそこの、その欲しいものって自分が提供できるよってなったら、その人とだったら絶対ビジネスできると思うんですね。みたいな感じで、欲求をちゃんとストレートに伝えられる人間っていうのはめちゃくちゃ強い。皆さんはどうですか？
自分の魂の形知ってますか？ギルガメッシュっていう英雄はですね、そこのところをついてたんですね。お前は何がしたいっていうことを語れる人間の方が実はいいんだと。そいつの方が実は自分のことが分かっている人間なんだという真理を語ってくれてたのかなというふうに思います。今の常識に照らして考えるのであれば、まあ悪ガキなんでしょうね、そういう人物っていうのは。自分の思いを伝えてしまうっていうのは。だけどそれでいいのかなと、自分が何をしたいのかということが語れる人間になるということが世間で活躍するための一歩になるのかもしれないっていうことをですね、僕はこの本を読んでギルガメッシュの言葉を見返して思ったことでございます。ぜひここのところをですね、しっかりと考えて生きていってもらえればなというふうに思います。というわけで、西岡一生の頭の中をよろしくお願いいたします。バイバーイ。